今回は、2023夏アニメ海外人気トップ3に対する解説と、ネットの反応をお届けします。当チャンネルでもたびたび話題にしている、日本のアニメを対象に人気投票を行っている、アニメコーナー、という海外サイトで、今期アニメの新作トップ3が、ゾン100、私の幸せな結婚、アンデッドガール、マーダーファルス、に決まった。ランキングの上位から新作だけに絞ると、確かにその順位になるわね。特に、ワタコン、アンファル、のように主に女性をターゲットにしたアニメが強いのが今期の特徴なんだ。ワタコン、は昔の日本っぽい時代設定が海外に来やねきたちに受けたのかしらね。版元の藤見文庫は、藤見エル文庫、という女性をターゲットにしたブランドを立ち上げ、似たような作品を続々刊行しているんだ。悪役令嬢ブームの次は明治大正ブームというわけね。アンファル、は黒沢智代人気かな？スキロー、定置役有名になったしね。もちろんストーリーの面白さもあるだろうけど。畠山守監督は有名な作品を多数手掛けてきた人だし、海外に来たちにも知名度があるのかもね。ゾン100は、海外でのゾンビ作品やポストアポカリプス作品の人気の高さがこの評価につながったみたいだ。ランキング全体でも1位ってすごいね。無職、呪術、よりも上ってことでしょ？そういうことになるね。あと、日本のブラック企業に対しての驚きの声がすごかったらしい。というわけで、この件に対するネットの反応をお届けするよ。主人公が社会人って子供受け悪そう。せっかくの日語枠なのにバイト高校生じゃ成立しない話なのか。ゾンサガ以来のゾンビものだな。面白いのかはわからん。同じ作者の、今和の国のアリス、が当たったことへのご褒美企画だな。日語だし実写もあるし金かけまくってる。日曜午後5時にやるような内容か？これ、誰に見せたいんだ？ドラマもあるんだっけ？8月からネトフリでやるみたい。よく知らないけど、そこまでの原作なのかな。ネトフリオリジナルってのもあるが実写の方が面白そうなのは珍しいな。海外人気トップなら成功か。ゾンビものなら何でもいいらしい。ブラック企業で病んでたところをパンデミックで世界が一変して心機一転。ある意味異世界転生だな。明日から仕事って時にブラック企業のアニメを流すなんて皮肉が効いてますな。子供が見る時間帯に愛人描写でファミリーも冷え冷え。そらちゃん初回で退場かよ。ブラック企業の描写がくどかったな。社畜パートが長すぎなんだよ。面白かったがなんで夕方にこれをぶつけてきたのか。ちょっと大人向けすぎないかね。呪術と時間入れ替えてくれ。この時間帯だからゾンビや舞い上がる血しぶきの色をカラフルにしたのか。そこまでするなら深夜でよかった。血のりは今後もポップ表現なのかな。日語じゃそれも仕方なしか。1クール分の日本で放送されてる全アニメの作画力が集約されたようなもん見せられたわ。さすがに初回だけだろうけど大丈夫なのかこれ。なんかでオチっぽい気が。ここからは普通のよくあるゾンビものになるだけじゃねって思ってしまう。会社に行かなくていいアッターで前半終了くらいの構成でよかったんじゃね。前振り長すぎてだれるわ。災害状況の描写とかに当てて欲しかったな。長期もののゾンビもので面白い作品ってあんの？ジャンル自体パンデミック開始時の混乱期が面白いだけだから映画の尺でちょうどいいレベルなのに。戦国大魔教みたいに文明崩壊の謎に迫るわけでもないのかな。原作は知らないけどアニメとしての面白さは全くないな。インフラ生きてるのもわからんし、主人公の映画のおダメなのもわからん。なんで主人公の部屋にはゾンビ来ないの？階段まで溢れてたら入られそうだし。インフラもさることながらまずなんでどこからどうやってゾンビパンデミックが起きたのかが謎。コンビニに突っ込んだトラックの運転手は乗る直前に噛まれでもしたのか？こういうとこご都合すぎて緊張感なくなるんだよね。あれアニオリ。原作ではコンビニで騒いでるから集まってきたゾンビに扉壊されてる。1話もだけどマンション上下2階も往復したり画面の派手さ求めておかしな表現してるよね。まあ、そういうご都合主義の展開に耐えられないとダメだろうな。要はゾンビパニックって設定が欲しいだけだから。世界崩壊してるからコンプラ守らなくてノーヘルだったのは普通にスッキリしたわ。海外人気出てきてるのか。おとといネットフリックスで2位だったな。じわじわたくさんの人に見てもらえるアニメになりそう。それなりにおもろいけど異能バトルとかいらん気がするな。そんなアニメばっかだし。2話でいきなり異能が出てきてん。なんだけど、1話で異能の命もなかったじゃん。その設定いらんやろ、と思ったがミヨの母の血統が欲しかった元彼の親父の電話で理解。異能でも何でもいいからミヨに価値が必要だったのか。能力使い出してむちゃくちゃ泣いたわ。旦那と嫁が心開いていく人間ドラマだと思ってたのに。ただの大魔人じゃん。
異能バトル早く始まってほしい。普通のドロドロ恋愛ものなら1話で切ったけど、アミオリが入らん限り異能バトルはおまけレベルでしか描写されんと思うが、そもそもバトルものじゃないからね。異能者の血族であることが人物たちの人生に影響を与えている的な設定の使われ方。マジか。じゃあよくある自己評価低い女主人公がイケメンツンデレ男に認められて幸せになるテンプレ的な話なのか。むしろそういうベタなの期待してる層のが多いと思った。庭で異能に戸惑ってる人多かったし。釜蓋の構造がおかしい。厨房でお膳に料理を並べるとかありえない。原画スタッフが日本文化を知らなすぎる。和風ファンタジーの異世界ものだから。史実で言うなら箱膳じゃないの？厨房で膳に並べないならどこで並べるの？茶の間にお膳運んでから鍋の汁物とおひつのご飯を予想。厨房で並べたら茶の間に運ぶときにこぼすだろ。使用人いる家なら茶の間と厨房は離れた場所に作るし。汁はあの片手で取って飲むのはさすがにどうかと思う。あと厨房のシーンでご飯が山盛りになっててわろたわ。自分もそれ気になったわ。この時代に茶碗を片手で持つ両家の子息なんていない。あのご飯の盛り方はギャグ漫画か仏壇に出すやつだろ。食べ物に限らず原作の時点でいろいろ設定がグダグダ。作者の調査不足と編集の力量不足、加えてアニメ制作も時代交渉が甘すぎ。歴史背景とかの設定詰めていくところが主眼の作品じゃないライトノベルに対して時代交渉とか言われても。この作品は大正乙女みたいに作者がガチ知識あるタイプじゃなく雰囲気がそれっぽいってだけだから。まあ所詮なろうだしね。適当に見るのが正解。そのあたりは鬼滅でも散々聞いたので、こういうのは雰囲気でしかないだろうな。しかしママ母髪型のせいか無残様言われてるの笑う。このプラスウルトラは食って海外意識した作品が多くていまいちつまんねえのばっかだなという印象だったけど、これはなかなかいい感じだったな。あんまり聞いたことない会社だけど作画はなんかいいね。ラカントラックはブレインズベースで回るキングドラムやってたスタッフが立ち上げた会社。過去にユリクマ嵐の制作協力やサラザンマイの制作やってた。シャフトのような化け物語のような。畠山守監督がシャフトにいた人だからな。昭和元禄落語心中やかぐや様の監督。ちょうど今落語心中にハマって見てるんだけど、同じ人なのか。あれ劇版も良かったな。こっちも期待だな。トモヨメインアニメは打率が高いから期待。黒沢トモヨも本当に芸達者だな。最近演じた主要な役のどれとも違う演技をしている。最初は結城葵だと思ったけど、どうも違う新人さんと思ったら黒沢智代か。すごいな、今までのどの役とも違って全然わからんかった。雰囲気いいな。なかなか面白い。男役の声優上田雄二に声似てていい芝居するな。というか八代拓のこういう演技初めて聞いた。黒沢さん目当てで見たら八代くんの演技もいいね。ほとんど説明だけで1話終わったけど設定は面白い。世界観への引き込みがうまいな。ワイは好きやで今後に期待や。昔のノイタミナ作品みたいな内容だった。正しい CG の使い方、気をてらった構図とかいらんねん。今んとこ一番期待できそう。欧州行ったらどうなるか知らんけど、斜め後ろからの視点で影だけ動く演出とかとても良き。会話のセンスもいいし、黒沢と八代の演技もとてもいい。女向けっぽい BL 臭いキャラデザは残念。セリフの間もいいし声優さんもうまい。作画もいいし視聴楽しみな作品。原作買うかな。設定はあんま好みじゃないんだが、セリフ回しと演出で見せてくれる。なんだこれめちゃくちゃいいな。演劇を意識してるんだろうが小気味いいし、落語の語りのようにも聞こえてスッと入ってくる。今期アニメ全部見たわけじゃないけど、今のところ1話は一番面白かった。オープニングは最悪だったけど。オープニングを K-POP にしたのは失敗なんじゃないかと思う。オープニング以外良さげだった。ただオープニング良くないやつって跳ねないよな。オープニングがまさかのヨダノブタカディレクションだった。国内では人気になりそうな感じではないけど、1話の外人受けは結構いいみたいよ。マジ？あんな独自用語満載の説明が延々と続くのを聞き取れたのかしら。ルパンミアのホームズ3か。12っぽい展開になるんだろうね。楽しみ。まあサブカル臭いから派遣にはならんだろうが、転生ものからブコネばかりの今期では頭一つ抜けてる。相当頭が切れるのでしょう。にもう切れてるがなの返しを聞いて最後まで見ようと決めたわ。アンファル、がめちゃくちゃ評判いいわね。でもターゲットは狭そうね。私も実は今期一押しが、アンファル、なんだけど、ああいう世界観って好みが分かれるからね。私は黒沢智代さんの声を聞いてるだけで満足だわ。一つ言えるのは、今回取り上げた3作品、いずれもめちゃくちゃ手をかけて作られてるってことかな。作画にも演出にも一切手抜きがない。
今期はどの作品もすごい気合を入れてて、いつか万作尽きるんじゃないかと心配になるけど、中でもこの3作はレベルが高いよね。万作尽きたら一気に話題性が下がってしまうから、なんとか頑張ってほしいな。皆さんはどう思われましたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。